はい、こんにちは、朝日です。今回はサブ無課金縛りのコマさんで遊んでいきたいと思います。これは木をごこげしするだけでとりあえずいいかな。リーダースキル一応確認しますか。もうコマさんの性能知らないっていう人もそんなに少ないと思うんですけれども、一応ね、リーダースキル火と木の HP1.5 倍、6コンボで5倍で、ドロップ5こげしで軽減の3倍ということで、15倍出ますよと。で、5こげしする色は何でも OK なんですね。ということで、何かしら5こげしをしておけば軽減が簡単に発動するので耐久がめちゃくちゃ楽と。で、HP 倍率もあって、で、回復倍率はリーダースキルにはないんですけれども、自前のね、覚醒で回復の泥鏡を2つ持っていますので、で、リーダーフレで4つ。かつ、サブ次第ではもちろんね、それ以上積むこともできるので、回復力も十分高いと。まあ、大抵はエイルを積む人が多いかな。まあ、なので、7つぐらいはね、確保できることが、まあ、大体多いと思うので、で、回復力も十分高いということで、現状ね、もう完全無欠に持って、とも近いリーダーなんじゃないかなということで、未だに環境トップを走り続けている今のパズドラ界隈の化け物ですね。で、今回はですね、サブをガチャゲンなし、全員無課金でゲット可能なキャラで編成してみました。アシストもね含めてね、全部無課金でゲット可能なキャラです。で、よくゼラを持ってないんだけどもコマさん交換していいですかっていう質問がね、まあ、あるんですけれども、僕の考えではこのコマさんっていうキャラクターは多少無理してでもゲットした方がいいんじゃないかなというふうに考えています。まあ、なぜなら貴族性のキャラってガチャゲン以外もめちゃくちゃ強いんですよ。多分ね、あのサムネかなんかにしてると思うんですけれども、降臨のキャラとあとそのモンポとかでゲットできるキャラだけで結構ねそれっぽいパーティーが組めちゃうんですよね。それでなんかもう大体のダンジョンはもうクリアできるっていうだけのスペックは十分持ち合わせているの でそれだけでもね交換する価値は十分高いと思います。で、仮に、もし仮にですよ、今後このゲームがこうインフレしていってコマさんがねそのリーダーとして、まあ、多少怪しくなってきたとしてもサブでもね十分活躍できるんじゃないかなっていうふうに思っていて、まずスキルが強い、縦変換、固定位置の変換かつ指延長、ドロップ操作2倍ですね。もう結構でかいんで2倍って。で、それを5ターンで打てるっていうのが、割と今でも代用がなくて結構シンプルな変換要因としてどんな貴族性のパーティーにでも十分採用が可能ということで、でかつ覚醒もね、あの必要なものは全て揃っている、バインド、スキブ、封印、7コンボ2つという感じでね、必要最低限のものは全て揃っているので、どんなダンジョンに対しても強く出れると。しかもバランスタイプなので全てのキラーが触れるんですね。ということで、まあ、そのリーダースキルを抜きにしたとしても弱いところが一つもないと僕は思ってます。まあ、だからそのコラボキャラって結構短命って言われますけども、そのコラボキャラの中でも相当ね長く使えるんじゃないかなと。その腐る可能性がかなり低いというふうに見てますので、僕はね交換しちゃって損しないと思っています。こんな感じでね、あの5こげしをするだけで軽減が張れるんで簡単にあの耐久でターン数稼ぐこともできるんで非常に戦いやすいキャラだなっていうふうに思ってます。本当にだから最強の名にふさわしい性能をしてるなっていうふうには僕は考えてますよ。まあね、そのパズドラをそれなりにやり込んでる人だったらこのコマさんが強いっていうことはねもう周知の事実だと思うんで、
まあ、だけどまあやっぱりいろんなユーザーがいると思うんで、もしねそのコマさんを今持ってなくて交換悩んでるっていう人がいたら、まあ、参考になればいいかなというふうに思います。まあ、リーダーフレンドサレーネの異業とかでもねすごい活躍してるんで、まあ今後もコマさんの環境は当分続くんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますね。見た目も可愛いですしね。まあ、ゼラ持ってなくても、まあ、今後ゼラ引けるっていうことを、まあ、見越して交換しておくっていうのも全然ありだと思います。もう一個来い。よし、まあ、このパーティー悪魔キラーがそんなにないんで、まあ、ちょっとね悪魔タイプに対して若干火力不足な感じはしますけども、まあクリアできないってことはないと思うんですよね、異形程度だったら。これでパネラを打っていくと。最近花嫁パネラが来ましたけども、この降臨のパネラも僕相当強いと思ってます。毒耐性を2個持ってるっていうのも強いし、あとそのキーヒーなんで、結構ねキーヒーって多色で色合わせするときにかなりね使い勝手がいいんですよ。まあ、なのでそうですね、まあ、結構スキル50上げなんで結構作るの大変なんですけども、一回作ってしまえば結構ねいろんなところで使える性能をしてると思います。僕結構このパネラっていうキャラ好きで好んでよく使いますね。一旦耐久して回復を呼ぼうかな。あと一個、まああと一個ぐらいだったらルーレットで作ってもいいな。よいしょ。このルーレットに水を巻き込んでロックで、これでどうだ。悪魔キラー少ないから抜けるかな、微妙だな。あ、やっぱ抜けねえか。まあ根性を超えたからよしとしましょう。っていうことで、まあ雑談じゃあしましょうかね。今日はねメルブラの話をします。メルブラ皆さんご存知ですかね。メルブラはメルティーブラッドの略なんですけども、2001か2002年ぐらいのコミックマーケット、コミケで、出展されたタイプムーンっていうサークルと渡辺製作所っていう、まあ、同人サークルがあるんですけども、その2つが、共同制作した格闘ゲームですね。ビジュアルノベルみたいなやつもなんか一緒に出てたみたいですけども、僕はあの格闘ゲームっていう印象です。でそのタイプムーンっていうサークルは、そのタイプムーンが制作した月姫っていう、まあ、また別のゲームがあるんですけども、その月姫の続編なのかな、続編というか、まあそのスピンオフ的な、まあ、内容なんですけども、シナリオがナスキノコさんで、デザインが竹内隆さんという方がまあ担当されていて、その方が作ったゲームで一番有名なのは多分間違いなくフェイトだと思うんですけれども、フェイトとか、FGO とかあの辺のね、担当されている方で、その方と作った方がまあ同じですね。いいよいしょ。この悪魔キラーなんとか持って帰りたいが、ちょっと待って、ゴコゲシがこれでいいかな。でこのメルブラっていうゲームの存在を僕が知ったのが今からあれ何年前だろう、13年ぐらい前かな。僕が高校生だったと思うんで多分13年か14年ぐらい前ですね。でたまたまゲームセンターでそのメルブラのゲームの筐体を見かけて、でその時ゲームのデモ画面で流れていた、でそこの画面の中で動いていた翡翠っていう、まあ、メイトのキャラクターがいるんですけど、その翡翠がめちゃくちゃ可愛くて僕そのキャラに一目惚れしたんですよ。
それが僕がそのゲームを始めたきっかけでした。うん、あの翡翠のね声優さんちょっともう亡くなっちゃったんですけども、それすごい残念ですね。まあとにかくその翡翠っていうキャラがすごい好きでメルティーブラッドを始めました。でまたその格闘ゲームっていうジャンルに、うん、結構ねしっかりハマるきっかけもこのメルブラでしたね。僕格闘ゲーム初めてやったのがこのメルブラだったんじゃないかな。結構その格ゲーの代表作って言ったらストリートファイターをね思い浮かべる方がいると思うんですけども、僕ストリートファイターほとんどやったことないんですよね。なんかちっちゃい時になんかファミコンがスーファミかなんかでちょっとやったのはあるけども、うん、まあ本当にやったって感じではないな。あんまりがっつりプレイした記憶はないです。だけど格闘ゲームっていうジャンルとして結構なんだろう真剣に取り組んだ作品っていうのは僕はこのメルティーブラッドが初めてでしたね。で高校と、まあ、大学の頃にかけて、まあ、僕結構がっつりやってて、その格ゲーっていうジャンルが、まあ、今も結構下火になってますけども、その下火になった今の時代でも結構このゲーム多くのファンがいまして、で一部のゲーセンでは未だにちょこちょこ対戦会とか、うん、その大会とかね開かれるぐらいすごい人気のあるゲームです。ちょっと待って、これコンボ数が足りねえよな多分。え、わかんない、これずれるから、うーん、いや意味ねえな。 5? これ無理だな。さすがに無理、下手くそでした。もう一回ちょっとやってみるか。よいしょ、正方形、正方形組むんだったらねやっぱりここゼラが欲しいところですけども、まあちょっと今回はね無課金縛りなんでなんとか頑張っていきたい。これでどうだ、もう一個、うん、来ないか、これ無理だなさすがに、うん無理ですね、もう普通に殴って削るか。でなんでこの話をメルブラの話をするかっていうと、この間そのメルブラがきっかけで知り合った方から、今度メルブラの大会があるから参加しないかっていうことで、で3人1組で出場できるからそのメンツを探してるんだけども、よかったら一緒にチーム組まないかっていうことで、あの声をかけてくださったんですね。で僕このゲーム正直もうほとんどやってなくて、2ヶ月に1回とかかな、今僕が住んでるところの近くのゲーセンにはこのメルティーブラッドのゲームなくて、実家に帰った時に、まあ、ちょっとやるかなっていうぐらいで、本当にだから2ヶ月とか3ヶ月に1回ぐらいしか僕今帰ってないんで、そんなにがっつりやる機会っていうのはもうないんですけれども、そんな状態の僕でも声をかけてくれるっていうのはね本当にありがたいことだから、ちょっと待って足りねえんか、マジか、まあ、ちょっと悪魔キラーもうちょい厚みにするべきだったな。まあ仕方ない、無課金の宿命。ルシャナね、ルシャナに超覚醒で悪魔キラーつけることできるんで、そこでねがっつり悪魔に対しての対策を兼ねることもできるんですけれども、潜在で、ね、悪魔キラー振ることもできるんで、まあ、ちょっと今回ちょっとそれはしてないんですけれどもね。うん、でまあそうですね、そんな状態の僕でも声をかけてくれるっていうのが、まあ、本当にありがたいことなんで、まあ、こんな機会もそんなにないと思いますし、まあ、ちょっとね今回頑張ってみようかなっていうことで参加することを決めました。うん、どのぐらい減るんかなこれ、光の組めたけどな、仕方ないな、もう一個、よし、いや結構きついなこれ。ギリギリまで削ってラグドラのスキルとコマさんのスキル重ねて打って突破する感じでいきましょうか。
まあちょっとね、だから本当に頑張らなきゃいけないなってことで、その意気込みをこうやって動画に残しておくことで、それをねより強い気持ちにしていこうっていうことで、まあ喋ってるっていうだけの話なんですけどもね。メルブラね、まあ、結構そのもう今アップデートされてないゲームなんですけども、最終アップデートが2012年とかだったと思うんで、もう7年ぐらいね更新がないゲームなんですけれども、結構そのゲームバランスが良くてですね、でキャラクターも多いし、そのキャラクターごとになんかスタイルみたいなのがあるんですよ。3種類スタイルがあって、でそのスタイルごとに結構戦法とかがね変わってくるんで、まあ、なんだろう、やれることが、遊べることがすごい、なんだろう、要素として多いんで、まあ、本当にやってて飽きないゲームだなっていうふうに思いますね。ちょっと待って、これつなげなきゃいけないから、これでどうだ、ここの方がいいか。木の落ち込んが来てほしい。うん、来ないか、どうだ、行かない。これどうしようかな。とりあえずオルドラ打つか。そうだな、オルドラ一回打ってば、ここ一旦軽減するでしょ。で、キー貯めて、オルドラ使って、OK。頑張るみたいな感じでいいかな。これで突破できなかったらきつい。頑張れ。頑張れ。オッケー。フレンドのコマさんが悪魔キラーじゃなかったら多分無理でしたね。まあっていう感じで、無課金でもコマさん強いよっていうことが言いたかった動画でした。まあ、ちょっとねソシャゲの時間を減らしてメルブラの練習もねちょっとしていかないといけないなっていうことで、これから頑張っていこうと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。